どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。前回に続いてですかね、ダンスさんと中丸さん、またお二人でご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日は何をご紹介するかというところでございますけども、今日はですね、うちの大人気のジャージ着物について、はい、うん、はい、ご紹介したいと思います。結構ね、ジャージ着物にどんな帯合わせたいのっていうところをね、実は結構お問い合わせいただくことが多いとお聞きしてまして。そうですね、ジャージが洗えるし、うん、ちょっとカジュアルで気軽なものなので、はい、なんかじゃあ帯もそうした方がいいのとか、うん、ジャージの素材だからこうしたらとかいうのことをよく聞かれますけれども、うん、はい、実はってところを今日ご紹介したいと思います。はい、実はというところでね、前回もそうなんですけど、あえてプレゼン今日のために取っといたんですけど、中村さんジャージ着物実は珍しいんじゃないかというところでございまして、あれですよ、よくお気づきで今日のために来てきましたから、はい、あーもう本当に手のかかる YouTube みたいなのをわざわざ来てきました。コメント欄が湧いてるかもしれないですけど、貴重な映像だっつって。もうあれですよ、二度と見れません。もう目に焼き付けていただきたい。ちなみにそのジャージって結構もう普段今のテストだいぶ違うんじゃないかなと思うんですけど、これね、はい、実は12年前ぐらいの私が入社して1年ぐらいの、本当にその時初めてジャージ着物が出たんですよ。あれは本当に初期の初期ので、あ、これもちょっと逸話を話すと、城太郎先生が山菜先生から、はい、お前はジャージ着物を作れっていう風にずっと言われてたんですけど、はい、うん、城太郎先生はどうかなと思って聞きながらも、まあ、着手しなかったんです、はい、そこをまた3歳が、うん、いい加減作れみたいになって、はい、でやっとできたのがジャージだったんですけど、はい、当時もねすごく本当に大丈夫みたいな、うん、社内でも本当にこれは皆さんに受け入れられるかってすごく、うん、まあ、期待と不安とあったんですが、うん、それがね出たら大人気で、うん、そこからもうロングセーラーですね。定番ですよね。その当時の第1弾がこれなんですよ、うんうん、だからちょっとね、ダンさんと比べても少しちょっとラインの太さとか、はい、そうですよね。でこの最初はスムジといって地紋なかったんですけど、うん、それがだんだんこうちょっと進化してこういう地紋ができるようになったり、はい、ラインの色がいろいろ出たり、バリエーション変わったりね、はい、あとこう袖口にもねこうパッカケに見立ててとかあったり、はい、最初なかったりみたいな、そういうね歴史が、はい、変わっております。本当貴重な、じゃあね、あれですけど、はい、まあ、そのねところに今日はね、ちょっと帯を何を合わせたらいいのっていうご紹介なのでね、はい、中村さん今日ちなみに何の帯を合わせたのかっていうところをですね、ちょっとですね、くるっと回っていただきながら、はい、あら、こちらはね、袋帯です、うん、城太郎はシャレ袋がすごく多いので、うん、袋帯でもちょっとカジュアルに使えたり、ちょっと面白い帯多いんですけど、うん、まあ、こういうジャージで気軽なんだけど、しっかりした帯した方がちょっと高級感も出るし、うん、他の人から見てジャージって分かりにくいので、なんか無地の、まあ、着物としてちょっといい帯とかをした方がバランスいいです。なるほど、どうです、ちょっとご覧になられて。いや、いつも素敵だなと思って ありがとう。いやでも本当ジャージなんかだからよく私もまあ以前 の動画でもお話しさせていただきましたけども、はい、私は堀さん、堀大先輩からの教えで、うん、はい、感覚としてはですね、洋服で例えるならば、うん、デニム T シャツにベルトはブランド物でみたいな、うん、そんな感覚で袋帯を締めると、うん、なんかおしゃれみたいな、抜くとこ抜いて締めるとこ締めるみたいな、うん、そんな感覚でコーディネートしてるというのは、さすが堀大先輩。あ、もうはい、ダンさんもね、ちょっと、はい、今日はね、ジャージといえどもね、少し柄がね、ちょっと入った形で、これはエンボス加工で、うん、まあ、熱処理を施して、うん、はい、こういう模様を入れております。そんなダンサーの、ね、はい、帯は何かというところをちょっとご紹介していきたいと思いますので、はい、くるっとお願いします。くるりんぱ、こちら今日博多の名古屋帯を、名古屋帯で締めております。ほら、城太郎の、城太郎の博多を締めさせていただきました。もう大好き、もう私も福岡出身っていうのも、そっか、故郷の帯を締めさせていただいて、ね、やっぱでも締め心地とかも本当によくて、うん、これまたいいですよね。そうなんですよ、ちょっとねキュッキュッてしてね、そうなんです、軽いし、はい、まあそういう名古屋帯とかもね、うん、締めていただいても全然、博多の締めやすさと城太郎のおしゃれ感が融合した新しい博多帯ですね、はいはい、うん、そうですね、城太郎のことやっぱ帯のラインナップが多いじゃないですか、うん、さっきシャレ袋帯の話もありましたけども、うん、はい、
結構そのあたりが、ね、お着物に提出合わせやすいものが多分多いと思うので、うん、当然お持ちのやつ合わせていただいてもいいと思いますし、はい、こういったら今現代っぽいやつもねいいですよね、うん、ちょうどお店に多分ね博多も今ラインナップとしてはちょうど揃ってる時期ですよね。はい、博多を見るなら今がチャンスということで、うん、ということで、はい、わかりました。はい、どこかで見たことあるジャージャントルソー、以前も登場いただきましたけども、はいはい、こちらもね黒のジャージャンの着物に帯は、はい、この子も、はい、袋帯を合わせています、ね、タイソンの柄で、うん、結構うちでもコレクションレベルの柄の帯だったりするんですけども、はい、まあ、全然その子も受け入れてくれるようなジャージの優秀さ、わかるわかる優秀ですよね、うん、優秀でございます、うん、合わせる帯のおすすめは、うん、ちょっとね個性的な方がね、うん、面白いかなって思いますね。あ、と言いますと落ち着いたしっとりとしたものももちろん合うんですけど、うん、例えばお家でいやこの帯に合わせる着物ないなぐらいのちょっと個性が強いものでもジャージもまあ、無地なんだけどやっぱこの、 あの光沢感とあとやっぱラインの入り方ですごいこう個性出てるので、うん、そういう遊び心と帯の遊び心が合うっていう、だから一回そういう帯とかあったら試しにちょっと合わせてほしいなっていう。なるほどなるほど、もうぶつけていく、うん、あの受け入れてくれますジャージが、うん、そっか。で結構冒頭おっしゃってましたけど、はたから見るとねジャージかどうかって分かんない場合もありますもんね。絶対分かんないです、うん、なんか気づかれなさすぎて、うん、自分から言っちゃうことがあります。これなんだみたいな、なんでしょうかみたいな、急にシンキングタイプ。本当持った当初はめっちゃ言ってました、うん、あ、そうなんです。まあ、お客さん自身も、え、何何みたいな、うん、なんかちょっと、え、違うよねみたいなとか始まるんですけど、うん、はい、でしょとか言いながら会話のきっかけとかになるんですよね。っていうぐらいやっぱりさっき中村さんおっしゃった受け入れる度量があるってことですね、ジャージ着物はね。そうですね、いろいろやっぱ楽しいです。コーディネートも本当守備範囲広い子なので、うんうん、まあもちろん袋、名古屋、半幅とかも広いですし、はい、もうどんとこいですってことですね、はい、ちょっと今振りがありましたのでせっかくなんでね、まあ、ハーフハーブをご用意いただいてるので、ね、はい、紹介したいと思うんですよ。ちょうどねちょっとハーフハーブをご用意いただいたのでね、はい、ご紹介できればと思うんですけども、はい、ダンさんもお持ちの方は島サンサイドリーのハーフハーブでございます。裏、はい、も使われたりするんですけど、うん、こういう方を当てていただいてもね、これでね、うん、いろんなお湯薬でね、うん、はい、から出していただいてもいいですもんね。そうなんです、かっこいい、これ印象的ですねこの帯は。帯もだいぶ個性ありますからね強さしかないんですけど、そう、力強さ満杯、すごいですね。いや全然大丈夫、はい、そして中尾さんはちょっとご用意いただいたのが、うん、私が持ってるのは札幌の夜という斎三郎先生の図案からあのインスパイアされた丈太郎の帯なんですが、はい、これも、うん、ああなるほど、いいですね。ちょっとこういう無地っぽい雰囲気のやつも、ちょっとしっとり大人っぽい感じ。お着物同じだからなおさら分かりやすいですね。ここまで印象が変わるっていうのは面白いですよね、うんうん、テイストの幅がすごい広いので、うん、個性的にもいけるし、ちょっとこう、うん、シックにもいけるし、うん、どちらもありです。結構じゃあ展開としては本当半幅名古屋ね、うん、シャレ袋帯っていう形で、うん、ジャージ何でもおすすめだぞっていうところがね、はい、ですね、はい、優秀です、うん、だからお着物を着られる方は1枚持っておくと、はい、まあ、すごくそうですよね、コーディネートに楽しいと思います、うん、なんか聞いたところによるとあれですかね、3月から名古屋店の方でもなんかジャージ着物のキャンペーンをされるみたいな、はい、そうなんですよ。なぬえ、いつからですか。3月1日からぐらいから。あ、1日から、はい、あ、すみません行こう。リアルな反応だったんですはい、3月からジャージのキャンペーンございまして、はいね、12月20日にねオープンした名古屋店で初めてのジャージをちょっとキャンペーンでご紹介するぞみたいな、うん、東海地方のお客様、関西の方、うん、ぜひねジャージの実物はねそこで見れますし、そうですよね、みんなにももちろんありますけど、うん、ぜひあのお立ち寄りいただければと思います。どんなもんじゃいってところね実際ちょっと羽織っていただいてね実感していただくとあれ意外といいじゃないかみたいな、そう、ね、そうなんですよ。あの意外とジャージと思った人ほど、うん、え、意外といいみたいな、そうですよね。でもうシワにもなりにくいからアイロンもあのかけなくていいし洗えるし、うん、でそれであの旅行とかにもねすごく良いので、うちのお客様の中ではドイツまでねうちのジャージを着て行かれて着て行かれて、そうなんです。だから飛行機でずっとそのジャージ着てたけど大丈夫だった、特別試合にならなかったっていう、こうあとストレッチも
聞くの で、 そ、 で、ね、それが結構大きいですよね、うん、そうそう、ちょっと楽だしね、うん、だ海外にねジャージ連れてく方ねすごく多い、うん、最近もパリに連れてくというお客様がいたりとか、すごいですね、スペインで来ましたっていう写真が届いたり本当すごいんですよ、はい、海外の方もねお求めになったりするんですよね、サイズもいいですからね、メンテナンスがしっかり屋さんとかない国であっても、まあ、扱いやすいってこともね、あの利点ですね。ぜひね、当然銀座も名前も含めて展開しておりますので、はい、いろんな帯をね、楽しんでいただけたらと思います、はい、ジャージ着物、あと帯の展開も含めてチェックいただければと思います、はい、今日はご紹介ありがとうございました、はい、ありがとうございました、次回もよろしくお願いします。